はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース続きをやっていきたいと思います。リリアの病気を治したところですね。で、ちょっと坑道に潜ってね、アイテムを回収してきました。邪悪な鈴ですね。ドクロを模した不気味な鈴、そのまがまがしい鈴の音色は魔物を引き寄せる効果を持つということで、まあ、こういう重要アイテムがね、マジで普通にダンジョンに落っこってるからね。まあ、今はネットで調べられるからいいんですけど、まあ、当時はそういうのがなかったんでね、こういうのを取り逃しちゃうと本当にどこに行っていいかわからないっていうのがあったのが辛かったですね。まあ、一応ちょっと話しかけていきますか。アドラさん、あなたには本当にどう感謝していいことか。リリアの命を作ってくれてありがとう。アドラさんが疲れた時は遠慮しないでここで休んでくださいね。まあ、勝手に家として使っていいっていうこと。バヌアと話す。ここら辺は変わんないかな。リリアについて聞いてみますか。自分の病気のことを知っていたみたい。知っていて私を悲しませないために明るく振る舞っていた。まあ、自分の体のことだからね、なんとなく異変には気づいちゃうんかね。村の外に出ないでとは言わないけど魔物には注意するのよ。リリア、ランスの村。アドルさんがここに来る少し前からランスの村の周りでは不思議なことばかり起きている。長老さんはまるでイースの女神のように美しい2人の女性を廃墟で見た。地下から魔物の声を聞いたという人も大勢いる。私も予感めいたものが。あ、その鈴。昔神官が魔物を人里から引き離すために作った邪悪な鈴に似ているわ。言い伝えによれば魔物たちはその音に引き寄せられる。もしかすると危険なものかも。気をつけてね。リリアについて。私、アドルさんの役に立ちたい。命の恩人だからね。きっとアドルさんはこの村だけじゃなくイース全体の運命を変えてくれる人です。だけどアドルさんが危険な目に遭うのが私心配で。バノア、お母さんも私の病気のことを隠すためにいつも悩んでいた。私も辛かったけど、事情を知っていながらどうすることもできなかったお母さんは私以上に辛かったと思います。バノアさん、シングルマザーか。超大変そうだな。なんか子供手当とかそういうのなさそうだしね、イースの国は。アドルさんと話をしているととってもあったかい気持ちになるの。またお話ししましょう。ここに戻ってくるかもう分かんないけどね。で、お金があって鉱石も手に入れたんで、防具屋のおっちゃんに渡せばいいのかな。とりあえず武器防具屋に行こう。あ、医者にもちょっと寄ってくる。リリアが助かったな、君のおかげ。本当によかった。君の真心が通じたんだね。いや、真心っていうか完全に下心だけどね。やっぱり命の恩人には惚れるでしょう。フレア先生、これなんですか、カーテンの後ろに隠れてるよね先生。人見知りなのかな。人助けは気持ちがいいね。フレア先生は完全にいい人だな。セルセタの花、あの花が見つかったからリリアの命を救うことができた。アドル君、君のおかげだよ。ロダの実、かつてイースの国は双子の女神と双子の月、そして双子の胎児の見守る国と言われていたんだよ。その双子の胎児の名前がロダといって、ロダの実の言語らしいね。村の外じゃ凶暴な魔物が増えている。くれぐれも無理はしないようにね。まあ、一応村の中には入ってこないってい こう謎ルールがあるよね、モンスターは。襲撃されたらさ、別に一般人だから、もう一日持たずに崩壊すると思うんだけど。あ、でも武器や、武器とか防具とかがどれだけ並んでるかだよね。武器いっぱい並んでんな。もし魔物が襲ってきたら、さすがにさ、金渡さないと剣売ってあげないよっていうことはないでしょ。鉄鉱石があればもっといい鎧も作れる。そらね、持ってるよね。ルードルに質のいい鎧を作らせることができる。下請けか。こいつが元請けさんだね。俺に売ってくれないか。完全に元請けだなこいつ。で、俺が3000円で売ってそれを下請けに流すんでしょ。3000円。で、金がすげえ増えたんだけど、鎧増えてんのかな。まだ新しい鎧が完成してない。悲しい。さて、スモールシールドって買ったんだっけ。買ってないよね。あれ買ったっけ、忘れちゃった。買ってない。これ2つとか買えたりするのかな。
ラージシールドっていくら？ 6000円。6000円貯めればよかった。5700円くらいだったからね。鉄鉱石を売ってくれたんで助かったよ。これでしばらくすれば、店先に丈夫な鎧が並ぶ。いい鎧を用意しておくから買いに来てくれ。武器屋が一番儲かるね。まあ、いや順番に行こう。順番にみんなの1ヶ月のさ、こう給料っていうか、まあ、失業者が多いけどこの村はいくらくらいなんだろうね。何ゴールドなんだろう。でも鉄鉱石取ってきてあいつが3000円で買い取ってくれる。いやー、夢のある仕事ではあるかもしれない。確かに命の危険はあるけど、特に今はね。今は魔物がいるからあいつも3000円で買ってくれてるのか。通常だったらもしかしたらもっと低い値段で買い取るかもしれないね。ちょっと村長に話すか。あれ、ちょっと待って待って、これはあれ、テレパシーじゃなくてワープの魔法をちょっと使ってしまいました。一体どういうことじゃろうな。じゃあ一つだけ、全くこれはあの話か、聖域の話か。でランスの村にある、もうこれは行きますか。邪悪な鈴を使うところ、まあ、下から魔物の声がするという噂があるので、ジラ君、バノアさんの家で解放を受けていた若い冒険家というのは君のことだろう。最近うちの地下室から不気味な音がする。以前から物音はしていたんだけど、いい加減気になってね。君は冒険家で、冒険家というものは探索とかもしてくれるんだろう。よかったらちょっと地下室を見てきてくれないか。いや探索するけど報酬だよ。俺仕事だからね、冒険家って。報酬を受け取らないとプロとしてやっていかないからね。こいつなんかくれたっけ。地下室の出入りを自由にしてくれたまえ。原因をきちんと確かめてくれ。偉そうに言ってるけどさ、払うもん払ってくれんの。地下室、あ、ここ登れんだ、樽の上。邪悪な気配が漂っている。邪悪な気配って何なの。邪悪な鈴を装備して使えばいいのかな。壁の向こう側から何か恐ろしい気配を持つものが迫ってくる。敵がワンサカイで、ここファイヤーで処理しよう。こっち鎧マンもいんのかよ。ぐっちゃぐっちゃだけど、もうやべ、ヒットポイントが何気に減ってる。ファイヤーで押し返す。これ倒した？全員倒したね。あれいた。見えないところに。ファイヤー押し返す能力もあるからいいよね。ちょっとメーターを貯めて撃つ。ん？始末したかな。いやまだいるな。これど、な、何につながってるんだこれ。せっかくだから全員倒していこう。鎧のやつが強いんだよね、やっぱり。距離を取って。あ、けやべ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 、死んだ。まさか下にいたとは。ちょっとまたここまで戻ってきます。よし、じゃあちょっとリベンジしましょう。鈴鳴らして、で鈴使ったらアイテム薬草にセットしとこう。でやっぱり遠距離攻撃、ちょ無理はしない方向で、ここで魔法を打つ。ちょっと連打できないっていうところがね。あ、やべやべ、この鎧だよ、鎧。距離を取って、やべ、ちょ強えんだけどマジで。一回撤退する。やべ、この鎧だけ倒して。倒したやつってさ、どうなってんだろう。経験近すぎにはなりそうだけど、あ、でも大して経験値くれないね。ちょっと待って、無理。なんか言うかな、話しかける。え、なんだって。うちの地下室に魔物が。どうしたらいいんだ。
そうだ、君退治してくれよ。金だって報酬をよこせ。そしてなぜかこっちまでは来ないからね。いやー、魔物もちゃんとルールを守ってるから。回復の速度って上がんないのかな。この速度のまま255までもし回復しようとするとめっちゃ時間かかるよね。その時ちょっと倍速とか使いますけど、ヒットポイントを完全にしたら再チャレンジ。もう1レベルくらい上げたいな。いや、すげえダメだこれ。ちょ待って、もう半分以上。いや、やべやべやべ、もう10だよ。やっぱりファイヤーの魔法だ。え、レベル足りない。そんなバカな。あ、こいつはここまで来ない。位置的にここまで来ないというだけか。しまった、一体ずつおびき寄せよう。緑のやつとピンクのやつはまあなんとかなるんだよ。こいつは階段登ってきた。登ってこれないかなと思ったら、やべ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 、ちょ待って待って待って、危ねえ。薬草使いたくねえな。だって今村の中にいるからね。すぐ回復できるといえばすぐ回復できるから使いたくないんだよな。だめだ、全然経験値くんないね。これでやっぱやりきるしかないのか。じゃ あんまり深入りしないで。あー、ファイヤーあんまり3発やって当てても。よし、ここからちょっとずつ打っていこう。溜めて、誰か来たよ。ほら、やっぱりおびき寄せる、一体ずつ釣る、これが戦いの鉄則。対多数はねダメだよ。いやマジファイヤー役立つな。ちゃんと敵陣は当たってるからねこれ。もう一匹来たね。でもこのずっとファイヤーが連打できないっていうのは、まあ、なかなか。いけーひでえ。無敵ゾーンを発見してしまった。まず痛くないか。一匹ずつ釣って、ここ。やっぱり高いところから攻撃するっていうのも戦いの基本。高所を取る。これさ、高低差とかないのかね。よし、これできちんと始末していこう。この場所の魔物を全滅させた。しかし聖域側の出口に魔物の気配がある。マジか、すんげえいっぱいいたんだけど。薬草使い切りましたね。しかも途中でセーブしたし、ここで死んだらめんどくせえと思って、このまま行くか。でもこれさ、戻って敵いんのかな、ちょっと気になる。全滅させたら敵はいない。よし、まあ、大して経験値は入んないけど、ここでなんかレベル上げもできそうだね。効率すげえ悪そう。あんだけ倒してまだレベル1も上がんないかったから。じゃ左から行きつつ、落盤で完全に埋もれている。てかさ、一般の民家がさ、なんで聖域につながってんの。あたりに静寂が戻った。新たに魔物が湧き出る気配はない。魔物を一掃したようだ。あ、お、すげえ、めっちゃ経験値くれた。ほぼレベル1分もらえたね。
私は新刊ファクト。我らが残したイースの本を集めし勇者をよくぞ訪れてくれた。魔の力は日々強まり、もはや我々が施した術も破られようとしている。イースの二人の女神の加護を受け、かろうじて保っているが、このままでは魔の力に破られてしまうだろう。イースを魔の思いのままにされれば、この天空の箱舟だけに止まらず、世界のすべてが破滅への道をたどるだろう。平和を打ち立てし勇者よ。すべての災いの源はサルモン神殿にある。神殿に赴き魔の元凶を封じるのだ。女神から預かっているものがある。導きの巻物だ。二人の女神の像にはどの像にも女神の過去が宿っている。その前に立ち、それを開くとき進むべき道を指し示してくれるだろう。まずはムーンドリアの女神像のもとへ行き、最初の啓示を受けるがいい。今は白紙の巻物だが、女神像の前に立ち、それを開くときに初めてお前がなすべきことを示すであろう。導きの巻物。さあ、閉ざされしサルモン神殿の扉を開こう。どこかで大きな音がして、アドルは我に返った。とりあえず回復。もう5000円金があるんだけど。あ、金儲けにはなったね。さっきのモンスターのところは。あれ、いくらだったっけ？もう一個強い盾、6000円だったよね。おう、報酬くれ。おかげでまた静寂と孤独に浸れるよ。そうだ、地下に用事があるなら行き来してもらって構わないよ。君は恩人だからね。それぐらいの感謝の気持ちはある。いや、もう気持ちとかいらんわ、マジで。物か女をよこせよ、本当に。あんだけの魔物来たらさ、この町確実に滅びるな。それを救ってあげたのに。高らか気持ちとか。薬草がなくなってしまったから、薬草を調達していきますか。何個買えるんだろう。薬草30、安っ。買う。何個買える。もう1個買える。うん、買うじゃん。すげえすげえすげえ。買うだけ買っとこう。まだ十分持ってるじゃないですか。1人3個までです。3個ルールか。厳しいだろう、うちの看護さん。まあ、ちょっと厳しそうな顔はしてるけどね。俺の苦手なタイプ、やっぱりおっとりした人の方が好きなんで。ワンダーは厳しい感じの人の方が好きだから、ワンダータイプだね、どっちかっていうと。あの看護婦さんは多分。鎧まだできてないの。しばらくってどれくらい。あ、人がいる上に。こいつか。お前早く作れよ。これでちっとはマシな鎧を作ることができる。なんか上から目線だな。命がけで行ったのに。え、じゃあこの町離れちゃうのに。まあルーラーがあるからね、全然なんとかなるんだけど。すぐ戻ってこれるから。じゃあ先に女神像のところへ行きますか。右上って言ってたからね。言ってたからね、っていうか右上にある女神像のところって言ってたからね。ムーンドリアの廃墟。いや、意外に地形を把握してないんだけど。あ、あれ、こいつすげえ。ここが効かない。めっちゃうろついてる。こんないっぱいうろついてたっけ。大して強くないけど。あれ、すげえうろついてんだけど。魔の力が増大したのか。こいつ大丈夫か。リリアの病気を治したらなかなかやらない。いい気になるなよとか。何なんだ。なんでこの人たち、イースの人たちみんな上から目線だな。何もくんないしさ。巻物を広げると何も書かれていない。なんだこれ、読めない。紙の表紙に文字が浮かび始める。
この巻物の文字を目にした者よ、そなたこそイースの6人の神官たちが認め、私たちが希望をつなぐ最後の勇者なんです。なんかさ、一人の青年にこんなとこまで追わせる、ひどくないか。何もくんないし、私たちの力だけでは封じられそうにありません。剣士の力がどうしても必要なんです。どうかサルモン神殿へ来てください。この導きの巻物、各地に点在する女神像の前で広げると、その場所であなたが必要とする内容が浮かび上がり、進むべき道を示してくれるでしょう。お願いです。どうかサルモン神殿へ来てください。いや、お願いするんだったらそれなりの報酬をよこしなさい。え、浮かび上がってどうしたの。え、巻物って持ってんの。あ、持ってる。何も書かれていない。ああ、え、これさっきの内容と一緒じゃん。サルモン神殿来てくださいってさ、何をすればいいのかはさ、直近では分かんないんだけど。いや、サルモン神殿に来いっていうのは分かるけどさ、具体的にどうすればいいの。もうちょっと具体的な指示を出してほしいよね。まあ、上司が無能なのか、それとも今の指示だけで動けない俺が無能なのか、ちょっと分かんないけど、こっちじゃない。一回あの中に入って、最初扉が閉まってたところがあったんで、そこが開いてるはず。正規通るか。ここ、ここ、あれ、もう扉が開いてる。すでに階段になってる。結構長えな。そして開けたところ、あ、場面は変わってか。てんてんてん、神官どもの導きを受けたか。なかなか勇敢な人間のようだな。なんかあの兵士ビビってるけど大丈夫。儀式の準備は、ヒーみたいな。そうか、生贄は金付き堂かな。金付き堂へ放り込んでおけ。金は私が鳴らそう。お前は引き続き生贄を連れてくるのだ。やっぱ部下に生贄を任せて自分が金を打っていいとこだけしか取らない。こいつも無能だな。大変だな、こういう上司に就くと。神官に導かれし勇者よ、果たしてここまでたどり着けるかな。で、泳がせておくのもまた無能だよね。目は早いうちに積んだ方がいいって。ノルティア氷壁、寒そう、めっちゃ寒そう。あ、これ長袖じゃないよね。だってここもちょっと探索はね、もうマジでしっかりやっていかないと。アイテムをね、これいけないよね。いけない。そう、なんか旅みたいなのを取んなきゃいけないんだよね。これファイヤー効く？大して効かないんだけど。しかもさ、今のマジックパワー分までしかさ、メーターが回復しないからさ、マジックパワーが減れば減るほど連射ができなくなるんだよね。さっきの洞窟の中のモンスターとの戦いで分かった。それが、いや強い、敵が強えな。うわー、しまったー。そういうことか。あとは上に上に目指そう。上に上にっていうか、あれは降りないで、あの氷の階段みたいなのは。あれもまたちょっと違った敵だね、さっきとは。ここら辺のさ、敵はさ、やっぱ街には襲ってこないのかね。モンスターって普段何してんの、何食ってんの。あ、レベル上がった、やった。だってモンスターもなんか食わなきゃ生きていけないでしょ。って結構な数いるよね。爆散してるけど。
おお、びっくりした。いや、もう81だよ。あと1レベルくらい。っていうか、鎧欲しいよ。あれ、俺今どこにいるんだ、これ。鎧があればダメージだいぶ抑えられると思うんだけど。意外に食らってなかったな。あー、これちょっと降りたくない。なんか戻されそう。おお、びっくりした。こういうさ、見えないところに敵がいたりするからね。さっきもそれで死んだからな。で、移動速度意外に速いからね。だからいつの間にか敵がパッと出て、何あれ、ちょっと触れてみるか。ファイヤーで溶かすとかそういうことではない。何、氷霧の玉、超謎なんだけど。冷気をまとった氷の結晶、大気中の水分を一点に集めて凝結させることができる。これどうすりゃいいの。なんか上の方に並べられたね。ちょ、重要アイテムってこと。あれ、なんかゲッデビルマンみたいなのが来たんだけど。近寄るな、汚らわしい。倒したか。あとどこだ、行ってないとこ。こっち降りて何もなかった。え、じゃあここ降りる。やっぱりこっちも行き止まりでしょ。61、なんか戻されたっぽいけど大丈夫。右の方か、右の方行ってない。これ最初ここから来たんじゃなかったっけ。そうだよね。回復したい。こっちの方。あ、こっちの方。薬草は1人3個。薬草50だからね、マックスに回復するわけじゃないんで。またこの洞窟の中か。まあ、明るいは明るいね。あの坑道の中と違って、これ何？え？何これ？特に何でもない。なんかさっきの弾使うのかな？もうちょっとだけ洞窟の中を探索したいけど。出口があるね。出口があるのと怪しいところが一箇所。あ、何にもね、こっちは。あれ、さっきの怪しいところか。一応じゃあ装備して使ってみますか。これ装備して、氷の粒がたくさん漂っている。すげえ橋ができるのか。何あいつ守ってる。隠し通路みたいなのあんのかな。あった宝箱。精霊の衣。これ 何装備だ。あ、これ装備か。伝説で精霊が羽織っていた衣。体を休め心を落ち着けると傷ついた体に癒しをもたらす。これ超重要じゃねえかよ回復できるでしょこれ。回復できる。回復するときだけ装備して、まあ、回復しないときはさっきの指輪でいいよね。そう、こういうところに普通にあるからね。だからこれ見逃す人は絶対見逃すでしょう。だからこんな重要なアイテム見逃したらさ、きついよねこの先。いや、これわからん。まあわからんっていうか、さっきの魔物が多分ヒントだったんだろうけどね。なんか守ってそうみたいな。一応それで気づいたから。どっちから行こう。近いところ。ゲー何にもね。これ無駄なところも多いよね。ん、あそこ宝箱、取ってない。あ、デビルマンがすげえんだけど。
行って、超減るんだけど、これ鎧いつできんの本当に。お金意外にたまんないな。結構敵倒したと思うんだけど、あれ、まあ、デビルマンが後ろ向いてる。これ倒していいのかな。ファイヤーでやろう。だってこのデビルマンもさ、もし3色魔物を何色食うか知らないけどさ、3色食うって言ったらここ何、何もないよ。ムーンドリアの廃校の近くはさ、まあ、リンゴとかロダの実がさ落っこってたけどさ、まあ、ロダの実が美味しいかは別として、まあ、なんとかやっていけると思うんだけど、ここ食物なんもないでしょ。やっぱりな。しかも新しい敵だし硬い。まだ6000円たまんないか。あ、宝箱結構あるね。ここで普通のどうでもいい宝箱とか、その金が入ってるとかね。さっきの精霊の衣はマジめちゃ重要アイテムじゃない。また新しいやつが来た。この鬼コンボみたいなの。この国ってほんとやばいな。やべ、一般人がどんくらい強いかだよね。やべ、じゃあ戻ると敵復活するんだ。いやめっちゃ来てんだけどこれ。一回セーブしよう。大丈夫だよねこれ、上書きしちゃって。どこでもセーブできるっていうのはさ、最悪積む恐れがあるからね、セーブした場所によっては。それ気をつけなきゃいけないんだよね。ちょっと1体ずつ、おお、よし、この位置はいい。 OK そうだよ、戻ったから復活してんだよ。斜めいいな、斜めだいぶダメージを食らわない。あとこいつ、よし、一掃した。こういう壁際ね、壁際をこう調べていく、これが重要。これ降りていいの、降りてみよう。あ、鷹の貯蔵、これはどれだ、装備か。なんか緑色の瞳が鋭く光る鷹の貯蔵、その眼光が捉えた敵は決して逃げ切ることはで、あ、これあれだ、追尾になるんだ、ファイヤーが。これ撃つと、おお、いいね、いいけどさ、飛んでっちゃったよ、どっか。で、下へ降りてきてしまったんだけど、また鬼コンボか。広いんだけど、ここ。仕方がなんか微妙だな。一回こうくるーっといくからね。斜めいいよ、斜め。マジで食らわない。え、どこだ、俺マジでどこにいんだこれ。すげえ迷子になってる。俺ここ来た、一周してきたっぽくね。こっち来てまた鬼コンボ3人衆のところだったら、あ、そうだね、上がったから多少は攻撃力上がってるはず。で、ここに来て、ここに来て、なるほど。で、こっちはなくて、この岩の後ろとかもない。じゃあここに入ってこう。え、いけねえ、あ、これな、これファイヤーでなんとかしろと。めんどくさいな、結構使っちゃってるからな。マジックパワーを回復するものがないと、このちっこいのに邪魔さっていけねえんだけど。ヒットポイントがあるところがまた、え、マジでめんどくせえ。すげえヒットポイント高い気がするんだけど。でも2ついっぺんにこれ食らってる？そんなことない。あ、そんなことあるわ。7000円たまったね。鎧が欲しいよマジで。
宝箱、テレパシー。これもまたこんなとこに落っこってんのか。テレパシーの魔法、まあ、ハイヤも拾ったからね、言っちゃえば。ジェンマの魔法、聖獣に姿を変えて、人外のものと会話を可能にする変身魔法。そうそうそう、ゲッ、なんか出てきた、つえー、マジつえー、鎧が欲しい。あ、なんか花が出るっぽい、斜めマジでいい、斜め。雪割りのマールの花、こいつでもさ、なんかお肉食えそうだよね、牛みたいな。モンスターにとって牛、モンスター同士でなんかその食物連鎖みたいなのないのかな。こっちは行き止まり、ここもなし。中に入ろう。あそこに起こってこれ薬草っぽいな。もう持てないっしょ、使おう。ちょうどヒットポイントは減ってたところだし。マジックパワーの回復、花とかって1個使ってみる、あるから。あ、回復した、15か。まあ、そこら辺に落っこってる花で回復できるんだったらそんなもんでしょ。ゲッすげえと思ってる。宝箱、これは石の靴。あ、これか、これで滑らなくなるんだ。重くなるかな、装備すると。全然石の靴のくせにすげえ軽やかに走ってんなあ、でもこれ鷹の偶像はこっちの装備か。装備を切り替えていかないといけないからね。ちょっと倒しちゃう。ちょっと金と経験値が欲しい。でここで石の靴が手に入ったから、あの滑る床、いろんなところが行けるはず。でも地形覚えてねえから。あ、これいけそうじゃん。あ、しかも先へ進む。え、先へ進む、セーブしよう。ボスっぽいよね。目の前の扉に触れてみると、手は扉の中に潜り込み、指先から氷に触れた感触が伝わってきた。は？ファイヤーでもないし、いや意味わからん。これもう使えねえじゃん、なくなってる。え、じゃあ何かアイテム手に入れろってことね。こいつ強えな。あ、レベル上がった、よし。でこう来て、だいぶ戻ってる気がするんだけど、ここ突破すんの超めんどくせえんだけど。でここ来て、ここ来て、鬼コンボとかザコだ。最初はビビってたけど、石の靴があれば多分ショートカット的なことはできると思うんだけどな。あ、一回洞窟の向こう側戻ってみるか。そうするとここもいける。あれ、巻物地点ってことアドルが導きの巻物を広げると何も書かれていない。あ、これさっきと一緒か。大して役に立たないかんね。よくぞノルティア氷壁までたどり着いてくれました。なんていうのこれ、読めね。氷に覆われたノルティア外壁からその内部へ侵入するには真実の扉。今見えている扉は結界の影響が作り出した幻。真実を映し出す術を施した時、唯一の扉がその姿を現すでしょう。お願いです。結局さ、教えてくんねえのかよ、真実の扉の出し方みたいなの。こっち何にもなし。一回もうさ、戻ってよくねえか。違う、戻ろう。
魔法はワープ、リターン。ノルティア氷壁ってちなみに掘れる？ギランスの文字か。これだってどういうあれだ？で、戻ってきて、ちょっとあとでリリアのところで寝たいけど、防具屋。まだチェインメールだからね。あ、こいつはここに、あ、ね、鎧が並べられてる。お、充実して鬼に金棒だ。って言っても金取るんだろ。これはなんだ、ブレストメール。胸部の急所を中心に鉄板で保護してくれる鎧。チェインメールに比べて重くなったけど防御力は格段に上がっている。2000円安。ちょっと待って、その下のやつを見る。これがプレートメール。個別に、成形した鉄板を貼り合わせた最高級の強度を持つ鎧。体全体をしっかり防御してくれる。8000円。うわー、8000円だ。あと100円じゃん。これにしよう。あと100円なんとか、なんとか貯めよう。その前に寝よう。マイホームへ戻って、これどっちのさベッドで寝てるんだろう。リリアのベッドだよねそりゃ。あれ、またどこ行っちゃったの。休養を取る。そうだね、ピンクだからリリアのベッドっぽいな。いや、いいな、なんかすげえいい匂いがした気がする。当のリリアはどっか行っちゃったって言ってるし。え、テレじゃなくてワープ、ワープできないの。ランスしかない。せめてノルティア氷壁のさ入り口のところにワープさせてほしいんだけど。そんな遠くないっちゃ遠くないけど、100円をどこで稼ぐかだよね。あんまり遠く行くとめんどくさいから。赤い敵は1匹10円だから10体狩ればなんとかなる。ここで金貯めよう。あ、石のやつっていくら持ってんだ。右側にいる。そしたらまた魔法で戻ろう。こいつ、え、わかんねえ。今15円、39円、え、51円。まっすぐ溜まりそうだね。よし、溜まった、帰ろう。ワープ、まあ、便利は便利だよね。イース1は完全に歩き回ったからね。あれ、職人さんがいなくなってる。鎧いいね。こいつウハウハだろうな。3000円で鉄鉱石を仕入れて、まあ、下請けにいくら流してるかだよね。で8000円でしょ。こっちって本当に売るだけだね。作ってないよね。一番いい仕事だよな。よし、かなり防御力上がったと思う。ちょっとノルティア氷壁に戻りましょう。じゃあ石の靴も手に入れたことだし、ちょっとここら辺を探索しよう。ここは戻されるところだけか。しまった。あれどこ？ここか。じゃあちょっとまたお金貯めるところがね、7500円。じゃあ進んでいきましょう。多分レベルもね、さっきより1
くらい高くなってるはず。で、こっちだよね、そのデビルマンがいる方。デビルマン攻撃力高かったかな。上上進んでいけばなんか新しいところに行けると思うんだけど、ここまた間違えちゃった。ファイヤーにしよう。一本道になると本当にきつい。あ、当たってる。待て、あ、しかも戻るとそりゃデビルマン復活するんだ。このくらいだったら大丈夫か。あ、宝箱ある。その前に倒す。これどう。おお、幻影の鏡を手に入れた。で、これをさっきの扉の前で使えばいいってことです。だいたいていって、ちょっと待ってやべえ、死ぬ。攻撃力が高すぎだよ。プレートメールこれ装備してなかったらマジきつかったな。その1個前のやつとかだったら1個前のやつ買う価値ねえな、本当に。あの鎧、盾がまだ最強の盾買ってないからね、あそこに売ってるやつの中で。で、またあの扉の前に行かなきゃいけないのか。ヒットポイントが減ってるくらいだったら、あれ、どっちから来たっけ。こっち行けねえし、こっちじゃない、もしかして。いや、待ってリターンで帰ろう。ちょっとリターンで帰って、でもうちょっと扉の前まで行っちゃいましょう。さて、扉の前に来て、まず一回ここに触れる。特に何もないからこれを使う。幻影の鏡に扉を映し出しそうとした。確かに扉が見えるのに鏡には何も映ってない。突然鏡が目もくらむ閃光を放った。隣かよって。ガチャでボスかな。うん、ボスっぽいね。この広間はボスだな。薬草にしておこう。で、装備は鷹の貯蔵にして、ファイヤーの魔法、これ途中で変えられるのかな。ちょ、え、上か。うおおおおい、あいけあいけあいけ、待って、ほんとわかんねえ。こういうパターンは、あ、なるほど、いって、そういうことね。来た瞬間に一発。え？倒し方がわかんねえ。扉開けてからまたセーブしよう。攻略方法がね、ちょっと見出せるまでは少し考慮そう。え、敵当たってる？キンキンキンってなってるよね、なんか。ファイヤーか？これ当たる？ちなみに。ファイヤーとか効いてそうな気がするけどな。合間を縫って攻撃をするか。間合いを取った方がかわしやすいからね。え、まあ、減ってそうだね。とかマジックパーなくなったこれさ、やべ、つえ。回復、あー、それ変えらんねえのか。ってことは、幻影の鏡みたいなのいらなかったな。逆算にしとこう。 OKOKOK。 ちょっとずつつかめてきた。潰されんのか。
はい、でちょっとねレベルを上げました。でレベル上げしてる時に気づいたのが、こうファイヤー貯められるね、そう貯められるっていうのはなんとなく覚えてたんだけど、なんかアイテムを取ってファイヤーの魔法を強化してから貯められるようになるのかなと思ってたんですけど、別に普通に貯められましたと。じゃあティアルマス、ほら、え、どう、わかんねえ、これでもやっていくしかないよね。基本的に斜めのところにいれば当たらないかな。斜め斜め、オッケー、フィントかけてきやがった。これ、あー出ちゃった、ひでえ、閉めろよ扉え、どうなってるの、え、回復してるし、あんまり下行きすぎるのはよろしくないね。上の方で戦おう。まさか扉から出ていくとは。狭いとこ行っても潰されるんだよね。死んだ。よーし、オッケー。おお、ボス結構経験値持ってるね。溜めてる状態だけど、いや先進もう。え、これどこ？お、薬草1個使っちゃったからね、さっきの戦いで。少し暗めだな。え、どっちだ？ライトの魔法とか使って照らした方がいいかな。ちょっと一回ファイヤー解除して。ライトってね、消耗が激しいんだよね。そしてすげえ明るくなるわけじゃないからね、この照らしてる部分しか明るくならないんで。こっちから来ました。え、なんだ、どこだ。あ、こっちか、わかりづら。バーンドブレス、ちょっとこれ外そう。じゃあそうですね、バーンドブレスに来ましたので、今回はここで終了して、次回はこの打って変わって溶岩地帯かな、バーンドブレスなんで、からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。